第10次長期滞在は国際宇宙ステーションでの10度目の長期滞在である。往来にはソユーズトママイナス5が用いられ緊急避難用として ISS に止まった。チャオとシャリポフは2004年10月16日にソユーズトママイナス5で ISS に到着し、第9次長期滞在のゲンガジーパダルカ及びマイケル・フィンクと交代した。チャオは NASA の科学者で 長期滞在の機長であり、シャリポフはソユーズの機長でフライトエンジニアだった。このミッションではクエストのハードウェアの入れ替えや米国製宇宙服の修理、宇宙での超音波に関する実験等が行われた。また、チャオは史上初めて宇宙からアメリカ合衆国大統領選挙の投票を行った。メディアを再生する2005年4月8日に ISS から見えた。 部分日食第10次長期滞在の打ち上げは一度延期された。飛行前のテスト中、ソユーズトママイナス5の爆発ボルトのスイッチが偶然入った。損傷の修理が行われた後、2004年10月14日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地より打ち上げが行われた。第10次長期滞在の期間中、プログレス補給船が二度 ISS とドッキングした。 一度目のプログレス51号は2004年12月25日、二度目のプログレス52号は2005年2月28日にドッキングした。欧州宇宙機関の宇宙飛行士でイタリア人のロベルト・ビットーリは第11次長期滞在の乗組員と共に ISS を訪れ8日間滞在して科学実験を行った。ビットーリは 第10次長期滞在の乗組員と共に地球に帰還した。ビット折りの訪問は欧州宇宙機関とロシア連邦宇宙局の間の契約に基づくものであった。ソユーズトママイナス後の大気検査突入は完璧に行われ、乗組員は192日19時間2分の宇宙滞在後、アルカルイクの北東53マイルの地点に安全に着陸した。 第10次長期滞在の乗組員は2度の宇宙遊泳を成功させた。1度目は2005年1月26日に ISS に新しい実験機材を導入した。2度目は2005年3月28日で2006年の新しい欧州補給儀の到着に備えるものだった。ありがとうございます。